皆さん、写真ライフ楽しんでますか？今日はゆるく老現像を iPad でやっていきたいと思っております。はい、で今回ね使う、iPad のアプリなんですけども、デハンサーというものを最近よく使ってて、なんかね面白くてよく使ってるんですけども、フィルムの雰囲気にねちょっと仕上げやすいこのデハンサーっていうアプリを使ってやってます。でこれね有料アプリなんですけど、無料でも使えるのかな、1年契約の有料で使ってるんですけど、これはね結構面白くてね最近ハマってて、よく iPad でこう軽くゆるくね老現像したい時に使っております。でそれをねちょっとねやりながらいろいろねお話ししていきたいなというふうに思ってますので、よかったら参考にしてみていただけたらと思っております。でですね、今回撮った写真のローをですねここ今読み込んでて、でこれオリジナルなんですけども、こういうふうにいろいろねプリセットがあって、もちろんねこの編集のところで、こういうふうに老現像で露出決めたりとか、ホワイトバランスをね変えたりとかいろいろできるんですけども、個人的にはねこのプリセットを当てて、富士カラーとかですねコダックとかいろいろあるんですよ。でそれをねいろいろこう当ててみて、なんかこういうふうに当てて、もうこれでいい感じですよね。結構いい感じだと思いません？でこういったものをねいろいろこういうふうにプリセットを当ててみて、あいい感じだなって思ったもので、あとは細かくね調節していくっていうことをやっていきたいと思うんですよ。なのですごくね手軽でね面白いんですよね、このアプリ。よくないですか？こうねいろんなね色味があって、コニカとかもありますし、僕の好きな富士カラーのカラーとかもありますし、コダックね、もうコダックとかってめちゃくちゃ好きなんですけど、色味ですね、こういったものもありますので、いろいろね使ってちょっとね老現像をやっていきたいなっていうふうに思ってます。なのでちょっとね iPad で手軽にやりたいなって方はですね、この辺参考にしてみていただけたらと思います。じゃあまずはあとですね、自分でねこういう風に作ることもできるんですよ。で一発でねこういう風に自分がやりたいプリセットっていうのを当てることもできるので、これね私が作ったやつなんですけども、これだけでもね正直もうこれで完成形に近いですよね。これ元現像後これでもね十分なんですけどね。どうしようかな、もうちょっと違う感じにしてみましょうかね。富士カラーとかね好きなんですよ。富士カラーちょっとこれ暗すぎるかな、そうね、方向性としてはシネマチックな感じにしていきたいので、どれがいいかな、コダックとかも好きなんですけども、なるほど、この辺ね、コダックのビジョン3とか好きなんですけどね。そうですね、ちょっとねシネマな感じにしたいので、ちょっと青みがかったやつにしましょうか。青みがかったやつで、この辺の富士カラー100にしましょうかね。これでちょっとね現像していきます。でプリセット決めたら今度はね細かくまた調節もできるので、そこからねいろいろこうやっていきたいと思ってます。こんなもんかな、ここはいいか。で後からこのフィルムのところだけ変えたりとか、コントラブーストのところでこんなもんかな、
この辺はね、自分のこう表現したい雰囲気に合わせて細かくね調節してもらうといいかと思いますので、大体の方向性っていうのがこうプリセットで決まりますので、あとはそこの微調整っていうのをこういったねあのバーを動かしてやっていくっていう形になりますので、そこがね結構ね使いやすいかなっていうふうに思います。方向性だけ先に決めてしまえば、あとはね結構楽だと思いますので、こんなもんかな。わかんないか。色調コントラスト。グレインは入れるかな。どうするかな。なしあり、なしあり。まああった方がいいか。ハレーションもあった方か。ちょっと温かみが増すかな。ブルームもあった方が雰囲気的にはすごくいいですね。ブラックミスト的なね効果をね与えてくれるので、このブルームっていうのは結構ね好きなんですけど、やりすぎるとねちょっとね加工感が出ちゃうん でビネットも、ビネットもこのままでいいかな。このままでいいか。はい、こんなもんですかね。で元が、元建造語、元建造語、元建造語、もうこれでいいんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。あとそうですね、なんかこう、うん、そうですね、こんな感じでいいんじゃないでしょうかね。雰囲気的にはロー現像前、ロー現像後、ロー現像前、ロー現像後、うん、これで書き出しをします。うん、これで OK ですね。まあせっかくなんで他にもちょっとねやっていきたいと思いますけども、はい、でちなみにですね、先ほどはローデータをやっていたんですけども、まあ、これね現像した後の写真なんですよ。まあ、別のライトルームで現像したやつなんですけども、さらにそれもねあのこういったデハンサーで編集していくこともできますし、あのねこれで使ってもね全然すごくいい感じになるので、 JPEG でもですね結構ね、あそうですね、さっきやった状態で書けてもすごくいいかなっていうふうに思いますね。でこれが私が作ったやつ、元データ。この辺でもねまたいろいろ選んで別の表現にちょっとしていこうかな。さっきのやつちょっとねいい感じにできたので、ここに保存しておきましょうか。はい、で今度はどんな感じにしましょうかね。コダックにやっていきましょうか。コダック、コダックのねゴールド200とか好きなんですよね。これもねいい感じですよね。スーパー100、あこれもいい感じですね。あこれにしようかな。これコダックで、ここからまた微調整していきます。これは白飛びしすぎか、逆に飛んでる感が結構雰囲気的には面白いかなって思いますね。で、まあ、基本そんなに触らなくても雰囲気的にはいい感じにはなるんですけども、ちょっとね微調整的な感じで、これはね、うん、あったらいい感じですね。こんな感じかな。元がこれ、現像後、元
現像後、もっと現像後っていう感じですね。あとはもうこういった風に波形とかもね見ることできますので、結構ね面白いんですよねこれね。まあ、他にもねいろいろ機能あって、これねいろいろ使うと結構面白かったりするので、ちょっとこうやって飛びすぎるか、この辺はね JPEG が結構露出が飛びやすくなるので、このくらいかな、なんかこのくらいか、こんな感じですね。これで書き出しときましょう。はい、こんな感じでちょっとね仕上げていきましたので、まあ、実際に写真どんな感じなのかっていうのをこんな感じで、見比べてみていただけたらと思っております。はい、というわけで今回ですね、まあ、軽くちょっとねロー現像をやっていきましたので、よかったら参考にしてみていただけたらと思います。もちろんですねライトルームなんかを使ってやっていただいても全然いいですし、まあライトルームだとねこういう色味の作り方っていうのが結構難しかったりもしますので、こういったね、まあ、あのアプリを使って、まあ、簡単にちょっとねフィルムチックとかシネマチックな雰囲気に仕上げるっていうのもできたりしますので、もう最近はねもういろいろねソフトが出ててアプリとかも出てて、なんかいろんな選択肢があってなかなか難しいと思うんですよ。その中で、まあ、自分がねこれいいなって思ったものをいろいろね使い分けてみていただけたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。というところで、まあ、よかったら参考にしてみていただけたらと思います。まあ、今日はねゆるくちょっとねロー現像していった感じになってますので、まあ、ロー現像難しそうだなって思ってる方はですね、まあ、よかったらチャレンジしてみていただけたらと思います。このチャンネルではですね写真や動画カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですねいいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバーイ。